清涼中学校、高等学校は、学校法人稲木学園が設置する中高一貫教育の私立中学校、高等学校。スクールカラーは黄色。松井秀樹、本田圭介の母校として広く知られている。清涼中学校には、1997年までは、1学年に1クラスで、休校舎の中学高校校舎も3つの教室しかなかった。 1998年入学者からは2クラスになり、敷地内の高等学校校舎の教室に移り、旧中学校校舎は高校3年生が使用していた。また、それまで運動会などの行事を高校生と合同で開催していたが翌年から中学校単独で行事を行うことが多くなった。これに対し、清涼高等学校の生徒は約1600人。 教職員は100人長がそれぞれ在籍しており、職員室も3つ設置されている。高等学校と同じ校舎内の1階に中学校の職員室、教室がすべて入っている。教員は中学校及び高等学校の授業を合わせて担当していることが多い。校名が東京都の私立青尾寮中学校、高等学校並びに静岡県の私立西寮中学校、 高等学校や兵庫県立清涼高等学校と似ているため、しばしば清涼と誤職されるが、これらの学校との関連はない。2001年9月には校舎が新築され、7階建てエアコン、エレベーター付きとなったパソコンルーム、音楽室のほか、様々な運動施設が存在する。誠実にして社会に役立つ人間の育成、地域、特育、 体育のいずれにも変更しない、バランスの取れた教育活動をする。その上で生徒一人一人の個性と能力を引き出し、それをさらに伸ばす。生徒が主体的に学び、切磋琢磨できる環境を整える。見学の精神の誠実にして社会に役立つ人間の育成を決して、ブレることのない縦糸として、生徒、保護者、教職員が横糸となり、その時代を反映した。 清涼の輝かしい歴史の1ページを作る。良き伝統は継承し、新しい清涼を目指す。安全で安心して生活できる学校を目指す。在校生、卒業生が愛好心、プライドの持てる学校を目指す。保護者や社会から信頼され、地域から愛される学校を目指す。清涼高等学校にあっては、中学生、清涼中学校にあっては、小学生が憧れる学校を目指す。 経営母体である学校法人稲木学園は学業受験対策に注力する方針を採用しており平成以降国公立大学合格者数は延べ100人を超え2006年度には国公立大学合格者数が延べ200人を突破した詳細は外部リンクを参照2004年度より学業への比重や希望進路別に4つのコースが導入されている 主な進学先として、金沢大学、富山大学などの国立大学をはじめ、マーチ、関関同立などの難関私立大学が挙げられる。また地元の金沢工業大学や、上部校である、金沢西洋大学にも多数進学している。全国大会出場や数多くのプロ選手を輩出している、野球部やサッカー部に加えて、剣道や、空手、バレーボール、テニス、 陸上競技、トランポリン、スキーは、石川県内でもトップレベルの実績を挙げている。サッカー部、編集男子、編集女子、編集高等学校野球部、編集陸上競技部、編集は出場結果、順位、出場校には途中危険校及びオープン参加の韓国代表を含まない。男子、編集女子、編集その他の部活動。 編集清涼中学校清涼高等学校9月の2日間に行われる。名称は清涼祭、生徒会、文化祭実行委員会が中心となってイベントなどを企画する。毎年1日目は午前、午後に分けて稲城記念館にて講演会等が行われる。7月と12月に行われる。サッカーやバレーボール、卓球などが競技種目である。通称球技大会。 各体育館やサッカーグラウンドで行われる。9月に行われる。これは、球技大会とは違い、綱引きや徒競走などを行う、稲城学園総合運動場で行われる。ありがとうございます。